はい、どうも、コミです。さて、本日はですね、TH コンプリーターさんから動画見ていきたいというふうに思います。で、ですね、結構今回は、特徴的というか、最近やってなかったテンプレートの壊し方特集ですね。私のチャンネル、基本的にはクラン対戦の動画メインで扱っています。皆さんがクラン対戦で、悩んでいるような、攻め方のコツみたいなところっていうのを、噛み砕いてお伝えできたらというふうに思いますので、ぜひですね、ご視聴いただきながら、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いできたらというふうに思います。で、今日見ていくですね、そのテンプレートというのはこれですね。どれかというと、これ。どどん。よく見ません？この四角い配置。こういう真ん中にインフェルノがあってってやつ。まあ、最近のではです。結構昔からあるテンプレート配置なんですけども、まあ、結構見かけることは多いと思うんですね。これの壊し方、早速見ていこうと思います。今日合計2種類見ていきながら、失敗例も、交えながらやっていきたいと思います。で、一つはですね、まずこれ、イエティボーラーですね。こういう四角い配置を壊すのに、いい方法って、まあ、いっぱいあると思うんです。一個はこのイエティボーラー系の戦術を使うパターン。あともう一個は、ディガホグを使うパターン。さらには、コウモリ、ドラグバットですね。ドラゴンコウモリ使うパターン。さらにラバルを使うパターン。いっぱいあります。いっぱいあるんですけども、まあ、今回はですね、その中でも陸編成中心で見ていこうというふうに思いますので、イエティボーラーと、あとは、ディガホグですね。見ていきます。で、ちょっとですね、先に、ご紹介だけというか、私のこのチャンネルの、プレイリストに、テンプレ配置、破壊方法特集、一応あります、というか、まあ、あげてますというかね、まとめてありますので、まあ、そちらの方にですね、過去のそういったテンプレ村の壊し方も載ってるので、動画としてですね、よろしければ、ちょっと見てみてもらったらなと思います。まあ、そんな方法をね、邪道だよ、というのも確かにあると思うんですけども、まあ、とはいえ、ここ一番で絶対こけたくない場合とかあるじゃないですか、まあ、そういう時にはね、その参考にしてもらえたらなというところで、すっげえ噛んでしまったけども、まあ、元からね、噛み噛みなんですよね、僕ね。なんでね、噛む人間がこんな YouTube やるのかなってね、僕も疑問です。なんででしょうね。もともとはね、クランのその、なんていうのかな、みんなのモチベーションを上げるために始めたんですけどね、いつの間にかなんかルーチンっぽくなって、趣味の一環になって、まあ、そんな感じですね。まあ、そんな話を、違う、そんな話をするためにこの動画撮ってんじゃないんだよ。そうそうそう。テンプレの壊し方をちゃんと説明しますね。まずこれ、イエティたちをこう流し込んでいって、タウンホールから中心部分にこう向かわしていきますね。で、外周側に関しては、キングと投下兵舎を当てていってます。これですね。で、ぐるーっとこんな感じで流していく感じ。まあ、外周に関しては、キングがこう今ね、のそのそと歩いていってますけども、最終的にここのゾーンっていうのは、東海兵舎から来たホグライダーにロイヤルチャンピオンを合わせることによって、こいつですね。合わせることによって突破していきます。で、ロイちゃんが最後はこう、返しまで行ってくれるっていう感じですね。まあ、ペッカとかですね、イエティとかって、やっぱりこう、幅広い配信になると、最後はやられちゃうんですけども、そこはもう甘んじて諦めて、ですね。最終的なその破壊っていうのは、もう満を持して登場するロイヤルチャンピオンに任せるという感じですね。これ、イエティとかボーラーいなくなっちゃってますけども、フリーズ2個プラスロイちゃんのホミノシード余してますんで、まあ、余力としてはこれ十分ですね。全く問題のない、余力で全開取れてるかなというふうに思いますんで、この方法はぜひ、一つですね、この村と出会ったら使ってみてもらえたらなというふうに思います。で、この同じですね、方がやっている、アマシンさんですね。の、同じ村に対する失敗例もちょっと見ていこうと思います。同じね、これ、イエティボーラーってやっていくんですけども、何が失敗を生んだ要因なのかってところをちょっと見ていきたいと思います。クイヒーをまず、あと、オデヒーやっていきますよね。で、まあ、イエティボーラー使う場合には、オデヒーが結構いいですね。クイヒーこういうところでやろうと思うと、カットをこういうところするの結構めんどくさかったりします。ユニット使っちゃってて。で、オデヒーって、ゆっくりゆっくりカットしていくし、射程が長いから、攻撃も受けにくいし、かつ、なんていうのかな、変な方向に逸れちゃったら、そのままそっち行っちゃいますってことはないんですよね。主力を出せば、そっち方面に必ずこう移っていくので、まあ、そこの点がオデヒーでカットする一つのメリット。さらに、ゆっくりなのを利用して、こういうとこですね、こういうところ。外周部分で壊したいところをあらかじめカットをしておくなんていう、おでひ放置しながら別のウィンドウでカットを進めるっていう、まあ、そういう、方法も取れますね。で、イエティでさらに十二時方面カットしていって、このタイミングでイエティボーラーを出していくんですが、さっきとの違いはここの壁が開いてないんですね。この壁が開いていないのがちょっとね、これが気になるところですね。アイゴレを出していってからのイエティ投入ですね。
で、ここで、グランドオーデンは ET の方にこう引っ張られるので、これでしっかりと、皆さん交流しましたという感じです。先ほどと同じですね。キングと、ペッカの登場のタイミングは、同じ見事ですね。で、そのまま、イエティたちが壁外から、投石を殴っていて、クロスボウの方面から中心に向かっていくという格好になっていくんですけども、ですね、やっぱこの攻め方をする場合ですね、こう中心部分でユニットが割れちゃった後が勝負なんですよね。今こうなってると結構みんなバラバラになってるじゃないですか。これ、かっこ撃破されちゃうんですよ。中心部分にいるのはアチャクイとボーラー1体しかもういませんけども、そこにヒーラーが2体ついてますよね。で、さらにこちら側にイエティたちがこう、行ってしまって、で、そこにヒーラーがまあ2体、3体かな、ついているんだけども、やっぱりですね、攻撃力と回復力のバランスが合わないんですね。なので、中心部分に、入って欲しかったイエティたちがほぼほぼ、逸れてしまったがために、その後出てきたホグライダーが今ここで中央で全部やられちゃいましたよね。はい。こうなってしまうんですね。これがちょっとね、問題として起こり得るパターンです。で、こういう場合どうするかっていう話なんですけども、さっきのね、アマシンスの一発目の、二発目のアタックっていうのも、一発目のアタックかっていうのも、ほとんど今と同じ形になったんですけども、結構ね、こういうところが、危うさがあるんですね。こういうところ。どこに行くかわかんないよっていうケース。で、そういう場合には、いっそのことを、ですね、ユニットを全部、ジャンプの順も2枚使って、こっちからガーッとここにこう通しちゃうっていう手もありますね。まあ、それはね、人によって結構様々です。なので、安全取りたいっていう人はそういう風にやってもいいかもしれないですね。まあ、よくあるパターンはそういうパターン。こっちをイエティにやらしてしまって、で、キングと投下兵舎をこっちから出すんです。こういう風に。で、さらに、ホグライダープラス、ロイヤルチャンピオンをこっち流し込んで。こういう流し方をするっていうケースもあります。まあ、なのでですね、一番シンプルにやろうと思ったら今、マシンさんのこのプランでもいいと思いますし、ちょっと複雑でもいいから確実性求めたいって言ったら、そういう方法もあるよというところだけちょっとですね、覚えておいてもらえたらいいかなというふうに思います。まあ、クラクラってほんとちょっとしたことでね、ユニットの動き変わっちゃうんで、これすれば 100% っていうのは、まあ、はっきり言ってあんまないんですよ。まあ、こう言っちゃなんですけどね。いやいや、だったらお前元も子もねえだろって話なんですけども、なかなか難しいんですけどもね。まあ、ただその、全体のプランを練るときのヒントとしてこういう成功例と失敗例っていうのはあると、どんなリスクがあるの攻めなのかなっていうところも分かってもらえると思うんで、そこを自分なりにケアしてやってもらったらいいのかなというふうに思います。で、最後ですね、ディガホグパートじゃない、ディガホグで殲滅する場合、これですね、ユウさんのアタック見てみたいと思います。もう全部ですね、形はみんな同じですので、あまりまあ細かくですね、形の違いっていうのは考えなくてもいいです。もう同じものを攻めてるというふうに思ってください。こういう9個のね、正方形が並んでる村ってほんと攻めにくいんですけど、これ実はですね、ディガホグで結構刺さるんですね、こういう村に。で、その時のコツは、まずタウンホールから壊していくってことです。ここのゾーンにアチャクイを入れていくタイプの、クイヒディガホグっていうのは、まあ、このタイプの9角形じゃねえわ、正方形9個の村を殲滅する場合の、まあ、ある種テンプレ的な、感じだと言ってもいいかなと思います。よく見ますね、本当に。で、火力がめちゃ高いこのクロスボウ投石器のゾーンはきっちりとここですね、レイジをかけていってアチャクイ守っていきますね。エアスイーパーも効いてるんで、これがないとアチャクイそこで落ちますね。で、フリーズもかけて今これ投石器とエアスイ、あと、投石器とクロスボウ飛べましたよね。さらにここクロークを吐いて、アチャクイもさらに延命していきます。これね、結構ね、ワンチャン危ないんですよ。投石器がその一気にこのクイヒに、襲いかかってる時にクローク使っても、アーチャー竹取った時に、その勢いでアーチャークイーンが被弾するっていうケースは結構あるんで、ある程度余裕持ってクロークは使った方がいいですね。今、ユウさんも、自分で多分手動でクローク発動したと思います。このクローク手動を発すと大事ですね。で、ちょっと一回止めます。ごめんなさい。ちょっと話が間に合わなかったです。ここをまず破壊するじゃないですか。で、ポイントはアーチャークイーンがまず、こっちに行ったところ、見逃さないでほしかったんですけども、どっちに行くかちゃんと見とくんですよ。アーチャク今、こちら側についてきましたね、こっち側に。なんでディガホグを、こっちから始めたんですね。このアーチャークインが、ついた方から始めることによって、ディガホグが通るルートが、狭められるんですよ、ここが。この、一施設分。これすごい重要です。これ逆にしちゃうと結構違う。なんでかっていうと、これグランドボでもサークル、こうなってますよね、これ。ちょうどぴったりここにはまるんですね。なのでいいんですよ。この枠から出た瞬間にディガホグすんげー体力起こっちゃうんで、こ
この枠に入れ続けられるような、流し方をするっていう風に考えたときに、アーチャークイーンが向かってる方向からディガ方向を出す。これすごい重要です。で、投下弊社ここですね。キングもここから出していって、こう流していくという感じですね。で、ロイヤルチャンピオンは、まあまあ、このあたりから合流、するのがベタですかね。こういう風に入っていくってパターン。で、アーチャークイーン、これね、実は、ユウさんも、この手の、アーチャークイーンのクヒー戦術すげえ慣れてるので、クヒーディガホグ。ここをスーパーウォールベルで破壊してましたね。うん、これはうまかったですね。まあ、そこまでうまくできなくてもですね、見てもらってわかると、ディガー結構残るんですね。こんな感じで。なので、しっかりとですね、アーチャークイーンの、クイヒーパードでタウンホールの周りさえ落とせれば、まあ、この形で、全開を取るっていうのは結構ですね、角度が高い方法かなというふうに思います。もうクイヒーにかかってますね。だって、こんだけさ、こんだけ密集してるから、ここ。しかも2分って結構スピーディーな全開じゃないですか。クイヒーが残ると結構ね、いい感じに行くんですね。ここがやっぱ火力が高すぎるので、ここが。ここしかもレイジもガンガン重ね、フリーズガンガン打って、で、クロークも遠慮なく吐いてってやっていかないと、多分間に合わないですね。ここもやっぱユウさん上手いので、そういうことができる食い火慣れしてる方はこの戦術が結構、ハマるんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、このテンプレート、四角配置ですね、の壊し方に関してお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか？参考になったよということであれば、ぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いできたらというふうに思います。また、私のですね、プレイリストに過去の、テンプレート破壊動画、まとまってますので、そちらの方もですね、ちょっと、ちらっと見ていって、あ、どんなものがあるのかなってね、頭に入れといてもらえたら、まあ、後々便利なことがあるかもしれないですね。よろしくお願いいたします。では本日この辺りで終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。